とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりにランダム報酬タワーをやっていきます。今シーズンは26回だね、難しいのは。26回難しいので、ちょっと頑張っていきましょう。装備に助けられてるっていうところも、まあまあ、あるでしょうから、ちょっと注意していかないとね。でも多分ある程度のところまでは全然いけるでしょう。うん、ある程度まではね、さすがにいけるよ。よし、まあとりあえず序盤は楽勝ですね。いきまーす。4、まあ、外れではないな。外れではない。行きましょう。エンチャントは？よくない。いりません。OK。痛みサイクルをね、なんか使っていけるシーズンだったらね、ちょっと面白いけども、あんまりないよね。痛みサイクルが。使えるとこっていうのはなかなか難しいよ。 OK、 よし、いいんじゃない。いや、まだ、あー、いたいた。 OK、 いきます。1、おおー、当たりだよ。当たり当たり。パワーシーカーありゃまあまあ全然余裕だよ。これありゃ余裕。 OK、 いつも通りみたいになってるな。なんかいつも通りみたいになるとちょっと面白みには欠けるんだけどな。うん、面白みには若干欠けますけども、まあ余裕です。終わり。はい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 、いきます。2番なんだ。おお、あ、実際初めて取ったかの、初めて取ったよ。おう、今シーズン初めて釣り竿を取った。いや、もうこれは使っていこう。これ使っていきます。いくぞ。よっしゃ、いいね。じゃあ、あるものは使わせてもらいます。いや、むしろこれがないときついかもね、もしかすると。折れないとクリアできないかも。いや、わかんないわかんない。よし、いや、余裕だな。あれ、にいる。あと1体がどっか上か、あ、上にいる。こっちか。いや、珍しいな、あんまりここ迷子にならないんだけどね。では行きまーす。4、あー、ちょっと待った。まあこうかな。え、アーティファクトしか取ってなくない？いや、アーティファクトだけだよ、取ってんの。ちょいちょいちょい。いやいや。いや、これはこれで結構きついかもね。うん。アーティファクトだけはちょっとつらいぞ。あっ！ OK！よし。いや、辛くはないか。辛くはないな。余裕ではあります。はい。もう、まあ、いけるよ。いきまーす。5！ いいんじゃない？いいんじゃない？
ようやく武器が変わった。まあこうか。で次商人ね。次商人、オッケー。ああなんかモーションがなんか微妙だけども、一応使えてる使えてる。オッケー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 、いいよいいよいいよ、いけるじゃんいけるじゃん。オッケー、久しぶりに斧振ったよ俺。斧は久しぶりに振ったな。オッケー、終わり。いやまだかい。そうそう、ここはレイスきついんだ。レイスがきつい。あ、余裕です。釣り竿あると余裕。いきまーす。4。変なの来んなよ。ちょっと待って。微妙じゃない？ブラストかな。で商人は、いやここ悩むな。普通だったらパワーシェイカーがいいけども、いや傭兵だろうな。いやでもね、防具変わる可能性があるんで、まあいいや、もったいないけどいい。でここがあって、でボスだね次がね。いきます。オッケー、うん、オッケー、いいんじゃない、いいんじゃない、まあ、とりあえず今のところはね。よし、あ余裕、まだ全然余裕。いきます。ちょっと待って、落ちた。2。嘘でしょ。カマ、カマそうそうないぞ。まあまあまあ、行ってみ行ってみ行ってみ。これで釣り竿いけるから、火力は悪くないと思うんだけど、火力は悪くないはずよ。いいんじゃないの。あ、いけるよ、いけるよ。意外とかっこいい。意外とかっこいい。めっちゃいいぞ、これ。よっしゃ。よっしゃ。お、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。いきます。6。ちょっと待って。1。うっそ。あ、まあ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 いいか、まあいいか。ポーションバリアあるんでいいでしょう。いきます。んで、ホルンがあるから、あ待って待ってちょっともうミスった、完全にミスった。お前や、嘘、あ、違った。本物がわからん。いた、お前や、もう最悪、もう最初のホルンがマジで最悪、完全にミスった。もうホルンがもうほんと全然ダメだった。くっそ、よし、オッケーオッケーオッケー。いやいや、ホルンなけりゃもう全然いけたじゃん。最悪です。オッケー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 。ちょっと待って、はい、次次次次いきます。
よし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 、オッケーオッケーオッケー。もうミスった。いきます。5。ホルンと変えよう。うん、ホルンと変えちゃいましょう。でここはまあゴーレムに任せてりゃいいでしょう。うん、ゴーレムに任せて自分は後ろからちょっとチクチクやってればいけるんじゃないね。うん、さすが取り立てのゴーレムは強い。耐える耐える。よし、あ、いいね。うん、あとはもう突っ込んで OK で。よし、余裕。1。なんだ、ちょっとゴーレムの HP も更新したいな。1番なんですか。おお、ほほう、いいよいいよ、よくなったぞ。あ、まあゴーレムの HP はちょっと更新したかったけどね、そこはもう仕方ない。いいじゃんいいじゃん。うん、あ、うん、ここも釣り竿を使えば全然余裕だわ。クリッパー出ないし、なんとでもなる。 OK。 あ、ただこの、あ、そっか、遠距離多いんだ。遠距離がちょっと鬱陶しい。うん、遠距離いなければここは楽勝なんだけどね。いきます。6。3。おお、いや、ちょっと待って、怖いぐらい、怖いぐらいラッキー。パワーシェイカー、うん、パワーシェイカーいらんいらん。うん、オッケーオッケーオッケー。いや、余裕すぎるぞ本当に。いやいや、面白くないぐらい余裕だ。めちゃくちゃ余裕。釣り竿もあるし、ザコイザコイ。 OK。 矢もまだたくさんあるしね、なんとでもなるよ。あと上だけ。待てい、ハハハハ。いきます。2。ああ、うん、スプラウト、これはないいんだよね。ポーションバリアついてるし、タンブルビーもある。おお、いいんじゃないですか。うん、こうだな。いきましょう。あ、ゴーレム出してなかった、もったいないもったいない。ゴーレム出していかないと。いいよ、ゴーレムと蜂はどんどん出していきましょう。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。 OK。 武器も意外といいのよこれ。武器も面白い面白い。あ、待って、ゴーレムやられた。あ、やられてないね、大丈夫ね。 OK。よし、いや、もう武器の火力がない、武器火力ないっす。4。おおあ、いやいや、まあまあ釣り竿はそんな意味ないかもしんないけども、いいんじゃないっすか。とりあえずエンチャントはいつも使ってるやつだけどね、いつも使ってるやつなんですけどね。はい、行きましょう。あ、ちょっと待って、ポーションバリアを2まで入れときましょうか。
そのね、1、2秒がだいぶ違うんで、あと ゴーレムの HP を更新はしたいけども、まあ、それは、まあ、アーティファクトが出た時にしましょうか。まあ、そうよね、釣り竿じゃそんな変わらんよね。そうあ、釣り竿で変わるタイプにしときゃよかったか。あ、やばいや。どうせボス、いや、ボス出るか。釣り竿で変わるタイプでもいいけども、そのエンチャントがついてない可能性があるね。いや、なんか本当に、普段通りというか、あまり面白みがないランダムになってるな。いきまーす。まあいいんじゃないですか。ライフブースト後々入れたいかもね。でもまあとりあえず霊気を入れていきます。ちょっと辛くなってきたと思う。いやー、ちょっと待って、バカ。よし、OKOKOK。 いきます。まあ、まだいける。あ、そうか、こういう時に釣り竿を使ってきゃいいな。なら、あの、攻撃が途切れないんで、ずっと倒していけるわ。そう。これはね、あの、敵がいっぱい出てきた時に、攻撃ができなくなるっていうのがデメリットだけど、全然余裕。よし、つので、ここちょっと痛くなるんで、注意しましょう。お、痛い。お前だよ、痛いのは。でも余裕だな。いきます。1。あー、おー、いい。いや、いい。でもちょっと待て、ゴーレムかな。ゴーレムだろうね。オッケー。ここも、これがあれば、まあ、いけますわ。あの、壁使っていけば全然ね、ピンチにもならないだろうし。いいじゃない。吸血も入ってるしね。あぶね。え、ちょっと待って、えポーションバリアし、いや、あ、ポーションバリアなかったんだ、忘れてた。もう完全にポーションバリアの口だった。完全にミスったわ。あ、そういうことか。なるほど。いや、完全にやらかしましたわ。OK。でも、もうミスらない。いや、ポーションバリアあると思ったら、それは死ぬわ。OK。さすがにあれは死ぬ。OK。やっぱ、霊気強いね。霊気はいい。完全にポーションバリアの存在を間違えてた。はい、終わり。いきます。 5。 いや、いい、うーん、まあいいけどさ。で、ユニークか、よかった。で、これで、あ、違ったか。でもまあ、ここだろうな。あ、ちょっと待って、ライフブースト入れて、もう3入れろ。で、これで、あげろ。うん。だいぶ HP 高いから。だいぶ高い。これならば、いけるはず。あ、ちょっと待って、俺武器エンチャー入れてね。武器エン、あー、まあ、
雷と追い打ちでもいいか。速攻倒せないか。いや倒せる、倒せるわ。うん、はい、オッケー、いけるね。オッケー、いけい、いけない。で落とせるよ。あ、バカ、落ちろ。ナイス、いきます。5。うわ、いらねえ、これはいらないぞ。いや、いらない。いや、普通ならちょっとね嬉しいところだけども、釣り竿を取ってるのであれば、いや必要ないのよ、必要ない。いやでもまあまあ、このいやでもこの後ないよね、ないわな、ツルハシみたいなのは。キノコ使わないと発動しないっていうやつはないような気がする。 OK、ま、とりあえずここで減らそう、ある程度減らそう。 OK、 いるぞ。こいつら痛ぇな、相変わらず痛い。 OK、 全部倒したね。 OK、 いやキノコ邪魔だわ。ちょっとアップドラフトない結構きついからね。 OK、 倒しきったよねこれで。うっそ、あーお前か。はい、いけた、いきます。3。弱くなった、弱くなった、弱くなったな。いやこれこっちに入れるともったいねえわ。ツインボーは本当に弱いからね。 OK、 もう弓にはちょっと頼らずにいきましょう。虚無ぐらい入ってればね使えるんですけども、虚無入ってないんだ。うっそ、食らうんかい。 OK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 、 あぶね、よし、いけ、 OK、 うーん、チャージショットでもこの程度か。あ、オーバーチャージは一応ついてたか。いや、オーバーチャージついててもな、弱いからね、もともとが。終わり、いきます。6、ちょっと待ってね。4。え、近接ダメージが30%、 アーティファクトのクールダウンリセット、うーん、ちょっとこれ微妙だな、微妙なやつだわ。まあ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 、防護は入れろ。でここら辺意味ないから、いや意味ないわ。あー、まあ稲妻フォーカスは意味がある。いけ、もういったれ。もうちょっとねいいスキルが入っててくれればよかったんだけども。いや待って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 、痛い痛い、めちゃくちゃ痛い。 OK、 待ってよ、待って待って待って、相当痛い。 OK、 待って、いやこれはきつい。いけたか、あぶねえ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 。5。
変なの来るな。まあ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 、うんうん、タンクにはなってくれるね。でユニ、これでユニーク、うーん、これ、いや武器しかないでしょ、もう他ができないからね。何になる？あー、よかった、ラストラーフじゃなくて、まあそこはマシだったか。よし、行きまーす。よし、倒す前には攻略しときたいけど無理か。 OK、 よし、ここ敵自体はね、そうでもなかったんだよね。いや、ちょっと待って、意外と使える？ツインボウ悪くないぐらいか。あ、悪くないかも。よし、いけたー。で、この次25、いや26がそろそろ来るぞ。この装備でいけるかがちょっとわかんないけど、まあ武器は悪くないかもしれない。いや、でもね、リーチが短いとあそこきつそうだな。あそこリーチ短いときついんだよな。2、いやドラ変えたがいいような気がするな。ベグス結構重要だぞ、あの26階をクリアするのにあたって。いや、ベグスないとちょっときついもんな。うん、ドラはまあまあなんとかなる感じだしね。まあボスはちょっと時間かかるでしょうけど、とりあえずまず26階をなんとかクリアできるようにしていきましょう。ここはまあまあまあいけますわ。うん、ここはいける。意外とツインボーって強い？いや、そんなことないよね。そんなことはないよね。はい、オッケー。まあまあまあ、まだ、ああ、別に出しなかった。出す必要もないけどね、まだ。いけ。オッケー、いいよ。よし。はい、次だ。いきます。5! うわあ。あ、いや、スノーだな。辛いぞこれは。あー、どうしよう。待って、最後の叫び意味ないな。霊気だ。うん、防御よりも霊気の方がいいような気がする。で、どうしよう。いやオーバーチャージ意味なさそうだしね。弱体入れて、うん、いけ、これで。あとあんまり意味ない。いくぞ。ちょっと待って、ここで戦わん方がいいか。よし、いや両方から来るか。両方から来やがるな。オッケー。なんとか。危ねえ。これはきつい。オッケー。あ、この倒し方いこう。ずるいけど。この倒し方いいじゃん。釣り竿で釣って。ここで処理する。あ、これずるいけどさ。
ずるいけどこれめちゃくちゃいいぞ。いや普通じゃこれ無理だもん、ここクリアは。いやめちゃくちゃいい。届かねえか。よし、いったれ。いけた。なるほど。いやちょっといい戦法だったね今のは。ナイスだった。よし終わり。いけるもんだ。1。大丈夫大丈夫。この中では一番、いや一番じゃないけどね、良かったんじゃない。釣り竿が使えるっていうので十分強い。まあ追い打ちと、いや追い打ちぐらいか。あとはちょっと釣り竿には微妙だな。まあスタンあったところでだもんね。まあまあまあ行きましょう。行け。いやこれクリアできるぞ。うん、これいける。ちょっと待って、うっとうしい。いけ。ちょっとうっといやつがおるな。はい、いいね。お、最後に出てきた剣意外と強いよ。おう、はい、いけた。いきます。3。まあ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 いいんじゃない。霊気も防護もついてるんで入れれるか。あ、全部は入れれないわ。まあ、スタン入れとけ。ね、スタンと、あ、オーバーチャージ無理か。ヒューズ。いきます。しゃ、いいね。いけ。いける。倒せます、これは。これはいける。ただ時間はかかるね。いや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 、痛い痛い痛い。むちゃくちゃ痛いぞ。むちゃくちゃ痛い。さすがに耐久力はもう神だ。ねえ、この神の耐久力でどこまでやれるのかい。よし OK。これはもう仕方ない。これでもう地道に削っていくしかないんだな。こんなにめんどくさかったかこいつ。あぶねえあぶねえ。おお、時間かかる。オッケー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 。よし、あと何回、何回かかるか。まあ、相当かかります。4回ぐらい。うん、最後の最後のギリが残るもんね、これじゃ仕方ない。があればね、オーバーチャージと合わせて、まあ、なんとか減らせそうな気はするけど、まあ、ついてないので仕方ない。おい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 、痛い痛い。よし、待て待て待て、こいつめんどくせえわ。こいつは危ねえ。やられない、やられないようにしよう。もう絶対やられないように。 OK。
あー、ベックス出してなかった。これで倒せればいいけどね、倒せないもんな。これじゃ倒せないのよ。よし、 OK。 できればこのターンで倒したいけど、せめてね、せめてここぐらいでは行きたいけど、減らしきれないんだ。よし、あともう少し、ちょっと時間かかってるけど、よし、 OK。 倒せないよね、ほら残るもんな。はい、いい、もうこれでおしまいです。これでおしまい、あとはもうミスらないように倒すだけ。よし、 OK。 ベックスも出しとけ。そっちに行くから嫌なんだよな、ボスの方に。さっと行ってきて、よし、終わり、いけた。はい、まあ、なんか途中まではね、なんかいつも通りっていう感じでしたけども、まあ全然いけました。まあ装備ミスったら絶対きつかったよね。重力やめろ。まあいりません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。